この夏ハワイ旅行する予定の方へ割引情報です。帰国する前には日本政府が定めるルールにのっとって PCR 検査を行い、陰性証明を取得することが必要になります。一方でハワイの PCR 検査機関は質も値段もピンキリで、頑張って英語で検査したのに証明書の名前が間違っていたりとトラブルが相次いでいます。そこでハワイに住む日本人の僕が島中の検査会場を一つ一つ調査しました。その結果行き着いた検査機関がこちら、ウェルネス4ハワイ。日本語が通じるどころか日本人スタッフが8人も常駐してて、午前に検査をすれば午後には結果を受け取れることができるスピード感。料金も日本語が通じる検査機関の中では今のところハワイ最安の111ドルとなっていて、かなり良心的です。もし仮に陰性証明の内容が間違っていても、連絡すればすぐに訂正して送り直してくれます。なんと今回僕の YouTube とのコラボということで割引プランを用意してくれました。費用を抑えつつ安心な環境で検査を受けたい方はぜひ動画の本編で詳細をチェックしてください。